バイクを倒し込むきっかけとして、例えば U ターンしようと思って右側へぐるっと回りたいときに、倒し込みのきっかけとして一瞬逆走だ、反対側にハンドルを切るとこっち側へパタン倒れてくれるというのが、皆さんよく使っていると思いますが、こっちにハンドルを切った状態で車体をまっすぐにして静止した状態、これでパッと手を離すとどっちに倒れると思いますか？ハンドルを切った側？ハンドルを切ったのと反対側？どっちにバイクは倒れると思いますか？はい、では回答です。これまっすぐに立てています、インチキなしですよ。左にハンドルを切って離すとこっち側へ倒れます。右へハンドルを切ってまっすぐにして、インチキなしですよ、本当にまっすぐです。パッ、右へ倒れるんです。ハンドルを切った側にバイクは倒れます。本当にこれは切った方へバイクが倒れるんです。ハンドルを切った側に倒れると思った人、ハンドルを切ったのと反対側に倒れると思った人、皆さんどちらでしょうか？ただし、ここに前へ進むという慣性力が発生すると、この現象逆になるんですね。